染まる時間じゃ。滝見に行った帰りに芝香を発見した降臨です。史実岩が怖くて読めないメディスンです。それどっかのバカスターが言ってたことだろ。あんなんで怖い言ってたら腹ペコ青虫すら読めねえぞ。今回は芝香を解説するの？いや、樹春三般の環球剣、文金の乱だぜ。やっぱりそうだよな。その層使うな、芝香関連でややこしくなるだろ。この反乱は応領の乱から4年後の255年に発生し、応領の時とは違い、軍事衝突にまで発展するも、芝氏が勝利し、再び芝一族の強さを証明した出来事ですが、なぜ反乱が起きたのか？その経緯と反乱を鎮めた芝氏の策、環球剣と文金の同期と過ち、勝敗のポイントを解説して、次の諸葛丹の乱解説につなげていくぜ。まずは環球剣と文金の反省と反乱に至るまでをさらっとおさらいするぜ。よろしく頼むぜ。まずは環球剣の反省からさらっといくぜ。環球剣は洛陽が近い司令下東軍出身。父は環球公といい、領袖の部位で大衆を務め、反乱鎮圧や領土拡張で結果を出し、奇跡を挙げた人物で、父が亡くなると、爵位を継承するぜ。宗英が即位すると、皇太子時代から親しい関係だった環球剣は、栄待遇を受け、洛陽の天皇に、宗英は間柄だったのか、宗英が宮殿作りに執着し始めた時、完全できたりはしたものの、宗英はやめなかったという。やっぱり国を送っちゃいけない人物っすね。なんやかんやで慶州志士になった後、宗英に妖刀征伐の中心者に抜擢され、優秀志士に転任。そして土曜将軍、指示説、豪願行為として優秀の軍を統率すると、右北兵の善右や両政右岸都督などの五千の部下を降伏させたり、都に強行させたり、彼らの部下の一部を親公に取り立てたり、公孫縁を破り、芝居と共に妖刀討伐をしたりした結果、安有公に、未開の地でもある妖刀討伐に抜擢され、しっかり結果残せるのすごいな。若干ひいき目はあったとは思うけど、宗英の人選や判断は意外とすごいっていう。諸葛亮の北伐時もこう判断した時あったしな。双方が即位した後、高句麗の位級が進行してくるも撃退。4桁に上る支給と捕虜を上げる大手柄を立てると、環球剣は位級を諌めて亡くなった特来の高句麗での評判を聞き、墓を壊すな、周りの気も切るな、妻子を捕らえても釈放するよう命じるぜ。高句麗の人々をなびかせるための判断だろうな。きっと先を見据えていたんだろうな。245年、再び軍を起こして位級を追撃し、支給と捕虜計8000を上げて褒章され、さらにトンネルを掘って灌漑を行い、恩恵を民に施すぜ。高句麗って歴史の教科書読むと、実は信長よりも記載が多いんだよな。それどこの出版社の教科書だよ。環球剣にここまでやられたけど、滅んだのは668年っていう。義より10倍以上長続きしてんじゃねえかっていう。これらの功績が認められ、左将軍、仮設官予習軍事に昇進。予習志士も兼任し、陳南将軍に転任。ちょうどその頃、諸葛丹が後に敗れてしまった影響で、諸葛丹と役目を交代することになったため、諸葛丹が環球剣の役職に、環球剣は諸葛丹の役職、陳東将軍、都督要州諸軍事に、諸葛閣が合肥を包囲してくると、環球剣は文金と共に伏せに、芝生が諸葛閣の包囲を解いたのもあり、勝利するぜ。お、ここで文金と出会ったのかな？諸葛丹と環球剣が交代したタイミングっすね。文金は諸葛丹と共に要州におったからね。文金は父が起床として活躍した文職という人で、文金も遊具の際を評価されていたが、219年の岐阜の乱の際、岐阜と連なる言葉を吐いたとして、投獄されて無知にされるも、曹操は文職の功を考慮し、死刑相当の罪ではあったものの許すぜ。もう反乱の予兆あるやんけ、この時曹操がやってればな。父親が偉大なおかげで救われた文金、しかし、賀門将になるも、気が荒くて礼儀をわきまえない性格であったから、上官を馬鹿にし、管理の方に従わなかったので、断崖の上層がされるも、宗英はそれを抑えつけたぜ。とんでもないゴミクズ野郎で草。なんで宗英抑えつけてんだよ、文職の意向か？一部界隈にはごますりまくってたんだろうね。ワイなんで賀門将になった後、露光大衆、応領将軍になるも、後に反乱を起こす応領に、貪欲残忍で国境を任せられねえと上層された結果、文金は召喚されてしまうぜ。あの人格者ジジイを切れさせるとはよっぽどだったんだな。それでも大衆に任じられるとか、義の人材は小粒なのか癖が強いのか。しかし当時実権を握っていた曹操に気に入られたおかげで、裁きを受けることなく、再び露光に帰れたと同時に官軍将軍を加えられちゃうっていう。おいおいおい、何やってんねん曹操。それによって文金はますますつけ上がり、尊大な態度をとったり、
勇壮さを選ぶったりするぜ。249年に曹操が芝居に処刑されると、意外にも出世して前将軍に、諸葛丹に代わって楊州刺史にも任じられるという謎人事が行われるぜ。これは何かしら大きな手柄を立てていたと見るしかないだろ。文金は反落者だからって露骨にすがすがしいほど悪く書かれすぎているのは明らかだし。これ秦の時代に書かれてるからな。樹春三藩の首謀者はボロクソ書かれてもしゃあない。一応、文金は戦利品や捕虜を水増し報告して褒章を求めるから認められなかったって話もあるけど、ぶっちゃけ水増し報告なんて時代を遡っても結構されてるから、文金に限った話じゃないっていう。そういえば、国縁が10倍くらいで報告するのが慣例って暴露してたもんな。254年、双方が李方や加工元と協力してしばしを殺そうとするも失敗し、加工元や李方派処刑、双方が廃位されると、文金は危機感を抱くように、関宮剣は李方や加工元と仲が良かったので、気持ちは複雑だっただろうね。応用の乱の時、加工元が公平用の変で処刑されたのは間違いだったんだなおい。しっかりしろよ。その件に関しましては、訂正してお詫び申し上げます。はい。しかし文金は諸葛丹とは仲が悪かったから、反乱の相談ができず、そんな日々が続く中、関宮剣が諸葛丹と交代で任に就くぜ。関宮剣は文金を気に入って厚遇し、文金は関宮剣に心から忠実な態度をとったぜ。そして二人は意気投合し、反乱へと突き進んでいく。いよいよ樹春三藩セカンドシーズン開幕だな。楽しそうにするのやめろ、恋愛リアリティショーじゃないんだぜ。東京ダイナマイトじゃねえか。255年、彗星が出現したのを良い随兆と捉えた関宮剣と文金は、大号の消極を偽造し、しばしの罪状を書き連ね、周辺地域にばらまき、兵を挙げて反乱を起こすぜ。淮南の都営を守る将兵や官民を脅して樹春城に入城させ、城に祭壇を築き、地の機械を建てた後、5万から6万の兵を率いて出陣。関宮剣は工場を守り、文金は城外で遊軍に。その間、それぞれの子供を人質として後に派遣して救援を要請するぜ。応用の時とは違って余裕周到だな。きっと応用を反面教師にしているだろうな。対してしばしは討伐計画を練り、自ら中軍を率いて出陣。倍速の速さで進み、地方の軍を集めて攻へ。異教に停泊すると、関宮剣の将である師匠と李族が投降してくるぜ。もう投降？何があったんだ？それは反乱軍内で何かしらトラブルがあったとしか言えないけど、周囲は関宮剣たちの軍は強力で、直接戦いを交えるのは難しいと進言されたのを受け、しばしは全軍の戦闘に置いている王毅に、進軍停止の命を下すんだけど、王毅は何とも抑え、関宮剣たちに備えて戦意を奪うように進言するも、許されなかったため、独断で何とも占拠するぜ。独断で？そんなことして大丈夫なのか？成功すればおとがめなし、失敗したら死罪は免れない重罪だったけど、関宮剣は王毅が何トンを占拠したことを知ると、軍を引いて工場へ立てこもるぜ。おお、王毅の独断が功を奏したな。もし、王毅が何トンを占拠できなかったらどうなってたことやら。王毅曰く、何トンには40日分の食料があったから、それを糧に士気を上げてきただろうね。そして後にも攻められ、淮南は失われ、周辺が危機に陥って、関宮剣が利を得ることになったかも。それほど重要な局面だったのかよ。諸葛丹を安風から樹春に向かわせ、五巡を小都僧に出撃させて、関宮剣たちの帰路を断つぜ。しかし、しばしは周囲に攻めろやと進言されるも、守りを固めて工場を攻めなかったぜ。投降者出てるし、何トンも抑えているよね。攻めれば勝てるのになんで攻めなかったの？しばしは死傷者を減らすために長期戦に持ち込んで、反乱兵の士気をくじいて、できるだけ最小限の損失で勝つことを狙ったと思われるぜ。これも投降者が出たからこそ実行できた策だろうなと思うぜ。反乱兵の心を攻めようとしたんだな。そうして被害を最小限に抑え、他国の侵攻に備えられるように、ということも考えていたんだろうな。確かに、反乱に乗じて食の脅威が攻めてきたからね。関宮剣たちは攻めることもできず、樹春に撤退すれば襲撃されるのではないかと恐れ、完全に計略が行き詰まってしまうぜ。さらに最悪なことに、それを察した将兵たちが家に帰れなくなることを恐れて続々としばしに投降。残ったのは味方になったばかりの農民という状況に陥るぜ。崖っぷちアイドルみたいになってんな。それで気迷って小さいおっさんが見えるとか言って注目集めようとするんだよ。そんでうまくいかなくなったら、違う星から来たとか言って注目を集めようとして、それでもうまくいかなかったら、フルーツの妖精とか言い出すんだよ。何の話？こっちのセリフだよ、ウエストランドかお前は。さっきからダラダラとアイドル論ばかり喋りやがって。
しばしの持久作戦に関係犬たちが手詰まりになって、刺した将兵がしばしに降伏した話してたんだよ。しばしの心理戦がダイレクトに効いてるな。将兵たちは、関係犬たちのマインドコントロールに気がついて目が覚めた感もある。残ったのが農民って考えると、言わせねえよ、炎上するからな。しばしはこれを好機と見て徐々に移動し、当該に1万の兵を指揮させ、落下に駐屯させると。弱みを見せて敵を誘えと命じ、しばしはその後に続くぜ。分金は柵とは気がつかず、落下へ向かうと、しばしの軍に遭遇。息子の軍王に、相手の体勢が整う前に軍を二手に分けて攻めるべきと進言され、実行に移すも、息子の軍に呼応できずに失敗して逃走するどころか。宗師の繁栄を祈りながらも、しばしに仕えていた引退目という人がいたんだけども、しばしに分金を説得すると偽って、しばしは病気が重くてそろそろ死ぬってことをニュアンスで伝えに行ったのに、分金はそれが理解できず、追い返して最大のチャンスを逃す大失態を犯すという。ちょっと賢かったらわかったのにな、分金は根っからの武将だったんだろうな、きっと。でも文王は結構優秀じゃない？分金の息子にしてはガチで。この策が成功していたら、どうなっていたかの世界線が気になるところだな。文王はガチで優秀で、追撃してきたしばしの軍勢を破って陣王として、皇城へ逃れるも、しばしは追撃の手を緩めることなく、陣を次々と落とした結果、文金は敗戦。それに乗じて王騎が皇を攻めると、敗戦を知ったのもあったのか、関係犬の将兵や民は逃亡して投降。受春も諸葛丹に占拠され、軍は崩壊し、逃げ場を完全に失った関係犬と文金。関係犬は逃亡中に射殺され、文金と文王、関係犬の息子の衆と十羽越え逃亡し、反乱が終結するぜ。おい、なんだよ。子は何やってたんだよ。救援が遅すぎて、受春に着く前に決着がついちゃったから戦わずに撤退したんだよ。なんなんだよ、酒でも飲んでたから救援遅れたんじゃねえのか？乱に乗じて受春取れそうになかったから撤退したんじゃないかな？知らんけど。まあでも士気があまりない中でも、しばしの軍を破って陣落としちゃう文王マジで凄すぎるだろ。息子見ると、親父本当は優秀だったんじゃね？って思うわ。しばしも病を押しての出陣で、文王の勇猛果敢さに手を焼くかと思われたけど動揺せず。追撃の手を緩めずに勝った冷静さもすごいと思ったな。しばしは反乱終結してから数日後に亡くなっているから、本当に命がけだったんだなと思うぜ。そして後も継いだ弟の芝生も並々ならぬ思いを背負いつつ、権力を強化していくぜ。なんか虚しいな。引退目の命がけの知らせ、信じてついていった農民や文王の奮闘も虚しく散り散りになり、関係犬は射殺、文金は後に投降だもんな。ギワギで攻めてきた脅威に大敗して領収と領収を失いかけるし、この時のギワ本当に踏んだり蹴ったりだったなっていう。一方関係犬と文金の方は、残っていた家族は皆殺しにされるも、人質として後に出した子は生き残り、秦の時代になると大衆や死に出世。文金はその後すぐに亡くなり、文王は許されて秦の将軍として活躍するぜ。とまあここまで解説してきましたけれども、最後に動機や反乱失敗の原因を視点解説して締めとするぜ。まあ、動機は序盤に軽く解説したとは思うけど、もう少しその部分を掘り下げてみようと思うぜ。254年に友人の李方や加工元が処刑されて危機感持った以外にもあるんか？酔ったふりして酒を拒んだのがバレて殺されそうになったとか？それは尊権と愚本だろ。動機の鍵は関係権と文金が偽造した大号の消極にあるぜ。ああ、周辺地域にばらまいたやつね。何が書いてあるの？しばし11の罪というのが書いてあってね。一つずつできるだけ簡潔に解説すると。一職につきながら、仮病を使ってじっとしたまま軍を抱え、進化の礼を取らなかった。に父の事業を完成すべき役目を持ちながら、その準備をやめたこと。三諸葛閣に敗れ、多年蓄積した兵器、食料を一斉に失うことになり、敵の到来を招いたこと。4253年に諸葛閣の攻撃を100日もの間、昼夜を問わずに死に物狂いで防いだのに恩賞を行わなかったこと。5罪のない李方を殺し、主君をないがしろにしたこと。6でっち上げの事件で双方を敗にし、罪をかぶせたこと。7罪のない長州と妻子を皆殺しにし、皇后にまで累を及ぼして西洋を脅したのに、祝いを申し上げたこと。8陛下は聡明で天下の人々は喜んでいるのに、しばしは進化の礼を取らず、軍兵を徴収し、宮殿を破壊し、陛下が位についてから一度も参朝せず、陛下がお見舞いに行ったのに拒否して、法や制度を守っていないこと。旧巨院が金北将軍に任命された時、金を使用されましたが、しばしは罪を加えて餓死させたこと。
中3方面の守備を空白にし、精鋭を選び、自分の兵にし、天使の5つの陣の兵が不足しても、募集しないどころか、武器までも運び出して、自分のところに集めたこと。11億の守備兵に休暇を与えて立派な屋敷を占有させ、四方の守りを空白にし、強力な牽制を欲しいままにして、屯田兵を募集し、恩賞を上乗せし、軍事力に頼んでひどい行為をし、法を壊して混乱させた。そして大屋工業に集め、全員殺そうと図った。以上が11の罪の内容だぜ。これがガチならしばしもとんでもねえクズ野郎だな。まあ多少誇張した表現やでっち上げはあるかもしれないけど。でも内容をよく見ると、ターゲットがしばしすぎない？ラブレターかってくらい、しばしのことしか書いてないじゃん。しばしょうとかの悪口も一個くらい書かれてると思ったけどな。そう、その通りで、悪く言われているのはしばししかいないんだよね。芝居、芝生、芝生に対しては逆に称賛しているくらいだからね。めっちゃ意外でひっくり返るくらい驚いてるんだけど。上沼恵美子が和牛をボロクソ言ってミキを褒めてるようなもんだぞ。ネタや賞レース成績を見れば、和牛の方が上っていう。でもこの二世帯合唱曲からは、表現方法や事実化はともかく、関係権と分金の打倒しばしへの思いが伝わってくるよね。11個も罪をあげるくらいだからな。恋人の良いところ11個あげてって言われても、あげられる自信ないもんな。それはあげられないとダメだろ。動機は二世帯合唱曲にパック詰めされているということで。では最後に、この反乱の勝敗のポイントを何点か解説しようと思うぜ。ほほう、それは？一つ目は師匠と利族の投稿だね。しばしはこの投稿で、反乱軍に士気は低いと判断して、持久作戦に持ち込み、士気をくじいて投稿者を増やして有利に進めたからね。うむうむ。二つ目は王毅の活躍だよね。王毅は物資が豊富で、要にもなりうる南屯を占拠するようしばしに進言して、関係権もこの南屯を狙って工場から進軍していたわけだからね。この南屯を王毅がしばしの命を無視して占拠したことと、功を厳しく包囲し、文金の敗戦を聞いて逃亡した関係権を声の出さなかったこと。この王毅の活躍はめちゃくちゃ大きかったなと思うぜ。警察の捜査でも初動が重要っていうもんな。この戦いでも初動が鍵を握っていたんだな。おお良いこと言うねえ。三つ目は、しばしの冷静さだよね。周りの攻めろっていう声に対し、持久作戦を取るという考えを変えず、結果としてこの判断は戦いを有利に進めることになったし、文王の攻撃を受けて陣を失い、一時劣勢に立たされるかと思われたけど、軍を立て直し、追撃の手を緩めずに破ったのもそうだし、でもこれに関しては、文金が文王と呼応して攻められずに逃亡したから、そのせいで文金の部隊っていうのが弱点になり、そこをついて追撃すれば勝てたからね。しばしにそこを見透かされていた感があるなっていう。情けない親父が弱点になって負けたとしたら、ギリシン息子がかわいそうだ。四つ目は五の動きを封じた諸葛丹の受旬選挙だね。五は関係権と文金の要請に、この反乱に乗じて受旬を取ろうとしたけど、到着する前に受旬は諸葛丹に占領され、反乱自体も終結していたからね。諸葛丹の動きについてはしばしの傭兵も見事だったけど、混乱する受旬の守り、後を近づけさせなかった諸葛丹の対応も見事だなと。しかも逃げる五軍を追撃して破り、将軍を切っているっていう。受旬失ったら、反乱鎮圧に成功しても失敗するのと同じになっちまうからな。にしても諸葛丹とんでもねえ化け物だな。さすが諸葛の気を引く人物だわ。てか五は情けなさすぎるだろ、赤壁の時の五はどこ行ったんだ。そこは西洋の戦いで意地を見せるから長い目で見てもらって。とまあ勝敗のポイントを解説したけど、少し余談をさせてほしい。余談とか構えたちかよ。文金は各愛に協力を仰ぐ手紙を送ったものの、届く頃にはなくなっていたとか。諸葛丹に協力を仰ぐ手紙を送ったら、それを持って行った使者が切られたとか。まだあんのかよ。王僚が後に救援を求めなかったのは、人質に差し出せる子息がいなかったから。息子の王侯は反乱反対だったから、人質になるなんて無理だし。関係権と文金はそれぞれ二人の息子を人質に出しているもんな。案外あり得る話かも。ということで関係権、文金の乱解説はここまで。まあ、聞き応えのある感じでよかったな。次回は受旬三番座、ムービー最終章諸葛丹の乱を解説するぜ。なんか北野武監督映画みたいになってる。もし、この動画が少しでも面白いな、ためになったと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。